三、若妻を預けられた二人の家来は、屈強の実直な大男たちで、子女の警護には熟達していた。気を引き立てるために花嫁にいろいろ面白い話を聞かせた。彼女は長い間彼らと話し込み、陽気な冗談に笑い狂じ、ほとんど恐怖を忘れた。いよいよ眠るため横になると、侍たちは部屋の隅の屏風の陰に座を閉めて碁を打ち始めた。彼女を起こさぬように小声でしか話さなかった。彼女は幼児のように眠った。しかし、またもや牛の刻に、彼女は恐怖のうめきとともに目を覚ました。鈴の音が聞こえたのである。もうすでに近くに来ていた。そしてだんだん近づいてきた。彼女は飛び起きた。悲鳴を上げた。が、部屋には何一つ動く気配はなかった。ただ、死のごときしじまが。しじまはいよいよ増し、いよいよ深まりつつある。彼女は二人の武士のところへ駆け寄った。彼らは、碁盤の前にじっと互いに相手を見つめ合ったまま座っていた。彼女は二人に向かって金切り声を上げた。彼らを揺り動かした。彼らは凍りついたように動こうとしなかった。あとで彼らの述べるところによれば、彼らには鈴の音も聞こえた。花嫁の叫び声も聞こえた。彼女が揺り起こそうとしたのも知っている。が、それにもかかわらず、彼らは動くことも口を聞くこともできなかった。その瞬間から耳も目も聞かなくなった。黒々とした眠りが彼らを捕らえたのである。夜が明けて、侍が花嫁の部屋に入ってみると、消えかかった行灯の明かりのもとに、若妻の首のない死体が血だまりの中に横たわっていた。まだ碁を打ちかけたままの姿勢で二人の家臣たちは眠っていた。主人の叫び声に彼らは跳ね起き、床の惨状に呆然と目を見張った。首はどこにも見当たらない。そして、むごたらしい傷跡から、それが切り取られたものではなく、むしり取られたものであることが分かった。血が点々と、その部屋から縁側の角まで続き、そこで雨戸が引き裂かれていた。三人は
血の跡をたどって庭へ出た。草地を越え、砂地を越え、あやめに縁取られた池のへりに沿って、杉や竹の暗い影を縫っていった。と、不意に角を曲がると、コウモリのようにキキッと声を立てているあやかしがすぐ前に立っていた。長らく埋められていた女が墓の前にすっくと立っている。片手に鈴を、もう一つの手には血の滴る首をつかんで、一瞬三人は声もなく立ちすくんだ。それから侍の一人が念仏を唱えつつ刀を抜くや、その姿に切りつけた。とたちまちそれは土の上に崩れ落、強肩びらと骨と髪がむなしく散乱した。そして鈴はその残骸の中から音を鳴らして転がり出た。しかし肉のない右手は手首から離れながらなおものたうっていた。指はまだ血の滴る首をしっかりとつかみ、まるで黄色いカニのハサミが落ちた果実にくっついているかのようにかきむしり、切りさいなみ続けていた。これはひどい話だと、私はこの話をしてくれた友人に向かって言った。この死人の復讐は、もしやるなら男に向かってやるべきだ。男は皆そう考えます。彼は答えた。しかしそれは女の感じ方ではありません。彼の言う通りであった。